博士こんばんは。はい、こんばん、ちえちゃん。今日お越しいただいたゲストの方をご紹介します。山王メディカルセンター女性医療センター長、太田博明さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。太田先生ももう3回目ですか、この番組は。そうですね、あのよく読んでいただいて、いえいえ、いよいよ準レギュラーのもう話の種が尽きてきてますから今日もね、女性の健康のお話をお伺いしたいと思うんですけど、はい、やっぱり非常にね、あの、はい、キスナーの方も非常に興味があって、やっぱり健康問題はね、皆さん非常にこう関心が深いんで、うん、ぜひ今日もよろしくお願いします。そうですね。はい、こちらこそよろしくお願いします、ね、やっぱり女性の健康問題はね、ちあちゃんのいろんな健康問題に答えるのが一番いいかもしれないけど、私まだそういう年じゃない。失礼しました失礼しました。あんまり健康は気にしてないあんまり感じたことないですよね、まだ。でもこれから感じていくんだとしたら予防したいですよ ね。確かに。そういうこと、昨年でもアメリカの雑誌に出た、うん、あのニュージーランドのデータ見ると、うん、1000人ぐらいのデータなんですけどね、うん、もう28歳ぐらいから老化速度が変わって、人によって変わる。1年ずつやっぱり年取ってくれば、それ歴年齢に合ってるわけですよね。それが1年間に3年年取れば、で28歳ぐらいからもうそれが始まるっていうんですね。ちあちゃんやばいかも。もうでも人によってですよね。人によってね。失礼しました。通常は普通は更年期の45歳ぐらいって普通言うんですけどね、もっと早いんじゃないかっていう。ね、千代ちゃんぐらいのお年でまだ元気なんだけど、これから先ね、健康を守るためにどういうことやるのが一番いいんですか。そうですね、やっぱり今未病医療ってよく言いますよね、うんうん、病気ではないんだけど、健康でもないっていう、うんうん、その範囲が本当に健康の、うん、うんと健康に、なタイプ、状況と病気に近いようなところ、うん、それ未病って言うんですけど、うん、ですからなるべくその健康に近づける健康力のアップっていうんですか、うん、それをもう少し言っても、うん、病気じゃなければいいっていうんじゃなくて、うん、人間ドックなんかだとみんな検査して異常値がなければいいっていうけど、うん、基準値の中でも少し上がる傾向があればやっぱり少しなんか考えなければいけない、うん、そういうようなところがあるんじゃないかと思うんですね。ですからどうも今の医療って、まあ、病気を治すがしたいですけど、うん、病気を予防するとか、うん、もっと先にその健康力をアップするっていうんですか、うん、そういう考え方も必要じゃないかと思うんですね、うん、それはやっぱり、まあ、なかなか難しいんですけど、うん、日常生活、食事と運動なんでしょうね、うん、それからあとは意外に大事なのは睡眠、うん、休養睡眠ですかね、うん、寝る子はよく育つって言いますけれども、成人しても睡眠が十分とって休養十分であれば、うん、いろんな意味の、体調、うん、ホルモンの分泌もいいし、うん、免疫力のアップにもつながるし、うん、特に成長ホルモンですよね、うん、そういうものの分泌がよく高まるっていうから、うん、いわゆる肥満からくるね、糖尿病予防には7から8時間が一番いいってあるんですよね、で6時間ぐらい切ってくると、食欲を抑えるホルモンが減ってきて、かえって食欲が上がるんで肥満のリスクが増えて糖尿病になりやすいと、で9時間以上寝すぎもやっぱダメだと言われてるけど、骨の健康を守るのに睡眠時間ってあるんですか。そうですね、骨はやっぱり夜作られるっていうんですね。ですからやはりそのゴールデンタイムにやっぱりちゃんと寝てないといけないんじゃないですかね。シンデレラはいけないんじゃないですか、午前様は。やっぱり10時ぐらいのから6、7時間っていうし、まあ7時間ぐらいですかね。10時だとそうですね、5時に起きちゃいますね、ちょっと早いですかね。11時で6時ぐらいですかね。11時6時ですかね。だから、カルシウムの吸収なんかも、うんうん、いつ牛乳飲んだらいいかって朝の牛乳よりはやっぱり夜寝る前の牛乳の方がいいんじゃないかっていう話があるんですね、うん、カルシウムの供給が十分あると、うん、夜中にその骨代謝が活発になって、うん、骨にカルシウムが蓄えられるっていう、うん、そういう話があるんですね、うん、まあ、それほとんど事実に近いと思います。じゃなくてもサプリメントとかあ、そうですね、思ったりやっぱりそうじゃないですか、やっぱり夜吸収って多いですよね。多いですね、まあ、いわゆる時計遺伝子の働きがっていう話は言われますね、そうですね、メロトニンですかね、まあ、そうですよね、
糖尿病もやっぱりそうですか、7、8時間の睡眠がですね、それ以上もダメです、それ以下もやっぱり糖尿病になりやすいと言われてますね。ああなるほどね、うん、食欲が更新しやすいという理由になってますけどね。ああなるほどね、うん、で糖尿病になると骨粗しょう症もねなりやすいですから。そうですね、まあ、そういう意味では生活習慣病予防も骨を守るためにつながりますからね、で今やあれですよね、よく糖尿病でトリオパチって言いますよね、網膜症、神経症、腎症って言いますけど、それに加えて今骨粗しょう症が4つ目の合併症として、注目されてるっていう話ですよね。骨が骨量は変わらなくても質が悪くなるんですね、ボロボロの鉄筋コンクリートみたいになるんで折れやすくなるというので、やっぱ糖尿病の合併症として骨粗しょう症と骨折というのは非常に今重要されてますね、糖尿病学会でも取り上げられてきてるようですね、ですね、なるほど。そういうことでまずはやっぱり食事と運動と睡眠を含めた休養ですかね、ホルモン補充療法はどうなんですか。それはねやはり卵巣機能が悪いと、やはり女性の、いろんな代謝を守っていますよね、だからそういうことから言うと月経不順だったり、若い時から、あるいは急激に痩せて神経性痩せ症じゃなくても月経が不順から無月経になったりすると、やはりその健康上好ましくない。女性はやっぱり女性ホルモンで守られてるって言っても過言ではないと思うんですよね。まずは女性ホルモンの変化で一番最初に出てくるのが更年期障害なんですね。のぼせ、ほてり、発汗、抑うつ、不眠、ここでも不眠が出てきますけど、この5つなんですけど、これ大体何歳ぐらいから起きるんですか。45歳ぐらいからって言われてるんですね。早い人はもっと早いんですか。だから平均年齢が今50.54 歳っていう1998年ですかね、それを基準にして閉経の前後5年っていうんで、50歳で閉経だと45歳から55歳、ところが2013年ですかね、マズリタスってアメリカの閉経外科学会誌ですか、北米閉経外科学会誌、閉経学会誌だ、ノースアメリカメノポーゼルソサエティというのですけど、そこに投稿した日本人のナースイズヘルスタディって看護師さん1万5000人ぐらいの方の聞き取り調査で 52.1 歳って、だからここの2013年ですから15年ぐらいの間に平均年齢も少し伸びたんですよね。50.54 から52.1 歳だから2歳ちょっと、2歳ぐらい弱ですね。ですから45、6で閉経になる方は40ぐらいから更年期始まる、で長い方は58まである人いるんですよね。ですからホルモン分泌が悪くなるのが50代53歳になってから、だから個人差がものすごくある。これどうなんですか、そのエストロゲンがね骨粗しょう症を守ったり動脈硬化を持ったりするじゃないですか、閉経が遅い方が基本的には元気なんですか。そうですね、じゃあ閉経を伸ばすような努力もいいんですね。そうですね、で閉経が長くなると女性ホルモンが活発で、乳がんになりやすいかっていうとそうでもないんですよね。どうしてかっていうと乳がんって50代が一番多いんです。だから閉経になってた人が半分ぐらいいると考えてもいいんですけど、ですから血中の女性ホルモンの濃度と、その乳房組織の局所のですね、エストロゲンの濃度とはちょっとやっぱ乖離があるみたいですね。で80歳でもあるんです。何乳がんですか。乳がん、卒業じゃないんですよね。じゃああんま関係ないかもしれないですね。だから血中濃度と組織の濃度とはやっぱりちょっと違いがあるっていうんですかね、アクティビティですかね、バイオアクティビティは。これ閉経を伸びる人の特徴ってあるんですか。一番は若さじゃなくて筋腫持ちですね。筋腫持ち、筋腫がある方がねやっぱりね月経は長く続きますね。へえ。早く閉経迎える人っていうのはやっぱりスモーカーですね。あ、そうなんですか。タバコ吸ってる人は早いね。へえ。女性のスモーカーは閉経を早めます。へえ。運動とかどうなんですか。
運動をした方がいいんですか。やっぱりそうでしょうね。やっぱりあのいろんなあの代謝が活発になるから、やっぱり運動ってあのなかなかその運動の効果の実証って難しいですけど、介入効果も難しいですけどね。やっぱり運動っていうのはあの食事と運動っていうのは双璧じゃないでしょうかね。糖尿病もそうですよね。まあそうですね。基本いわゆるなんていうかね、生活習慣病の予防にいいようなことをすると、閉経時期っていうのはどっちかというと伸びる方向に行くと。そうですよね。じゃあ一石二鳥ですね。やっぱり健全な生活がいいんですね。やっぱりね。伸びると大変かもしれないけど、その分でもね、長生きするのでいいよね。確かに肩月経って月経の量が多い方だとか月経痛がある方は閉経になってこんな楽なことってないっていう言いますけどね。逆にやっぱり寂しくなっちゃう人もいますよね。これ今ねどんどんその高齢出産が多いじゃないですか。何歳ぐらいまで今やっぱり卵子のその能力から言うと35じゃないですかね。意外も早いんですね。やっぱ早い、本当は早い方がいいんですね。そうですね。結構40代超えてそれこそ妊娠されてる方も最近よく多いですよね。とうとうあれですね、あの卵子の再生が始まったんですよね、ミトコンドリア移植。へあの自分の自家ミトコンドリアですよね。それは老化卵子はね、ミトコンドリアの活性が起こっちゃってるんですって、でその自分のミトコンドリアをあの採取してそれを卵子に注入するっていう。皮膚から取ってくるんですか。皮膚から取ってくるんですか、ミトコンドリアは。あ、卵子って採卵した卵子に。あ、そうです、皮膚から。皮膚から取ったミトコンドリアを取ってくるんです。そうすると元気になるの。それが臨床研究が昨年の12月ですかね、日本産婦人科学会で承認されたんですね。それは先生、あのこの前高カレ学会で教育講演やっていただいたあの大阪の、森本義治先生ですよ。あ、そうですか。じゃあ理論上はそのもうこれから再生量が進んでいくとね、卵子が取れればそのミトコンドリアを入れ替えることで、今までその、まあ、40ぐらい、まあ、30がベストですけど、40過ぎたら結構難しいんじゃないかと人工授精も言われてましたけど、それが本当はひょっとしたら50とかでも、もしかしたらそういうことも可能かもしれませんね。オーグメント療法って言い方しますけどね。海外ではもう随分やられてるみたいな。日本はやっと昨年の12月承認されて、今20何例やってるって森本先生言ってらっしゃいますね。だから精子の方が、まあ、あの老化が遅いっていうふうに言われてましたけど、これでもしかしたらあの卵子も精子並みに追いつく可能性もあるかもしれませんよね。だから70代の男性からあの子供生まれたりしますよね。まあそうですね。だから、だから精子の方はね、あの長生きですよね。それはでも結構ね、高齢で諦めてる方にとってはね、いいニュースですよね。卵を取れないとですよね。まあ、そうそう、卵は、卵はなんかあのそうです、あの卵胞あの卵が取れないと卵子が取れないともう始まらないんですけどね。卵子自体は50ぐらいでも取れるんでしょ。まああの数はうんと少なくなりますけどね、もうゼロに近くなりますでしょうね。50だとね、閉鎖卵胞になっちゃうから、もうそこの中には卵子育たないですよね。卵胞の中に、卵胞液の中にその卵子がいるわけですもんね。やっぱり40、せめて45ぐらいまで何とかした方がいいんですかね。そうですね、やっぱり若ければ若いほどいいかもしれませんね。やっぱり20代、今分娩する人たちがやっぱ30代になってからですよね。昔は20代だったんですよね。まあでもいろんなあの女性の社会進出考えると、そこで一回あの子育てやってるとなかなかですよね。もうちょっとなんか仕事やりたいと思うと、あっという間に大学出て22で10年だと32になっちゃいますよね。やっぱキャリアも切れちゃいますしね。それこそ途絶えちゃうし、ね、保育園とかね、もっと整備しないと、まあ、だいぶあの増えましたけど、まだまだ足りないですからね。そうですね。
あれですか、やっぱり先生ずっと糖尿病の合併症として、はいはいはい、血管の病変をご覧になってらっしゃいますけど、糖尿病自体は僕女性をずっと今まで女性医療でこう拝見してきて、最初に脂質異常が来る、その次に体糖の異常じゃないかと僕は思ってるんですね。でそれから動脈硬化、高血圧、高血圧動脈硬化、こんな順番でいいんですかね。ですね、やっぱりエストロゲンがなくなって閉経後になると LDL が上がってきますので、いわゆる悪玉コレステロールが、でまた中性脂肪も上がりやすくなってくるんですね。そうですよね。で中性脂肪が上がるとやっぱりインシュリン抵抗性になって、糖尿病発症になりやすくなるので、大体女性は男性より10年遅れていますけども、特に生活習慣動脈硬化でいうとやっぱり10年から15年ぐらいは遅いは起こってくるんですね。なるほどね。でも寿命がその分長いですから、結局年取ってくると同じような話になってしまいますよね。そうですね。ですからやっぱ女性の人も、さっきのね、閉経を伸ばした方がいいって話を含めて言えば、やっぱり動脈硬化予防はしといた方がいいでしょうね。そうですよね。最終的にはやっぱり心血管炎症ですもんね。生活習慣病ですからね。あと最近やっぱ糖尿病の先ほど骨粗しょう症がね、合併症に出ましたけど、今アルツハイマーが実はすごい注目されてるんですね。で日本人の場合5倍ぐらい体糖の異常とか糖尿病があるとアルツハイマーの発症が増えるって言われているので、それではボケ予防の観点からもやっぱり糖尿病は予防した方がいいですね。そうですね。がんも2倍以上、そうですね、増えますね。そうですよね。で特に女性は太ってくるとね、神経が病と増えました、あとがんも増えると言われているので、やっぱりあんまり太りすぎないというのは女性の場合大事ですよね。そうですね。どうしても閉経になってくるとどんどんこう太りやすくなってしまうんで、そうですね。ただ一方で痩せる方もいて、ああそうですね、なぜ痩せるのかっていうのが ね、やっぱり永遠のテーマですけど、痩せるおばあちゃんと、おばあちゃんというと失礼ですけど、ね、太るおばあちゃんとね、確かにそうですね、二方ありますよね。じゃあ先生すいません、そのあたりは次回またお聞きさせていただいて、ごめんなさい、次につながるといいますか、また先生来ていただいて、今度は太るのと痩せるの違いについてお話を伺います。今日も時間になっちゃいました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。